大変嬉しく思ってます。甲子園の6ホーマー新記録、今までの怪物との並び追い越したという中村選手が広島カープに来てくれたことは最高のことでした。さすが尾形監督、中日との競合で引き当ててくれたなと。尾形監督ありがとうございます。頑張れ中村。やっぱり地元で選ばれるというのが一番選手からしたら理想ですし、広島のファンの人も嬉しいと思います、うん、思います。広島人ではないんですけれども、ね、私たちソフトバンクのファンなんですけれども、カープが強くなっていただいて、日本シリーズは来年の日本シリーズはね、ぜひカープと一緒に戦っていきたいと思いますので頑張ってください。テレビでドラフトを生で見させていただいて、まあ、中日と、まあ、2択だったじゃないですか。尾形監督結構苦心悪いじゃないですか。いやでもこれ引いてくれたらクライマックスシリーズのやつ許してあげると思ったんですよ。で実際引いてくれて、あこれだったらまあ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 尾形いい仕事したなって。まあだから翔征さんはそうですね、まあ甲子園前から広陵で結構有名だったんで、まあカープ来てほしいなって思ったんですけど、結構カープって地元の高校選手で取るの30何年ぶりとかで、まあ今年もいかんのんじゃないかなと思ったんですけど、言ってくれて、でその結果取れたんで、もう本当に嬉しいんですけど、まあ、カープいかんせんキャッチャーたくさんいるんで、塚倉選手であったりと、まあ切磋琢磨していただいて、まあ、今の石原選手、相澤選手みたいに2人で頑張ってほしいなと思います。3連覇と言わず10連覇ぐらいやってほしいなと思います。フリスイート言わず抜いてお願いします。結構顔がかっこいいと思うので、かっこいいよねああなんかいいなみたいな、彼女がいそうみたいな。彼女いるんですか？知ってる人いたらちょっと教えてください。綺麗でもかっこいいところを見せてください。頑張ってください。年齢も1個下ということで近いんで、広島からこんないい選手が出てくるとは思ってなかったんで、期待が大きいですね。これから広島引っ張ってもらう、頑張ってもらいたいですね。中村翔征選手、広島のスターになってください。まあ広島県大会では、まあ、思ったような成績が出なくて、まあどうかなと思ったんですけど、大舞台に立ったら成績残しててかっこいいなと思いました。特にバントの時の二塁送球とか盗塁とかさしてて、まあプロ行っても活躍できるんじゃないかなと思ってます。打撃は甲子園のホームランの塗り替えるってことで、まあ打撃に関しても全然走攻守で活躍してくれると思います。中村選手、1年目から正捕手目指して頑張ってください。試合見に行きます。弟が毎日甲子園を見て中村翔征君を応援してたので、カープに入ってくれて嬉しいです。ちなみに弟はユート TV も見てます。私は中村選手と中学校が同じだったんで、自分の中学校の誇りでもあるから、すごいこれからも頑張ってほしいです。中村選手のカープのユニフォーム姿を早く見たいです。頑張ってください。めっちゃ嬉しかったですよ。もうあのクライマックスで負けて惨敗してクソと思った時に、翔征くじ引いた、グッと嬉しかったですよ。広島が盛り上がったよね。僕広陵高校の近くに住んでるんですけど、うちの娘の一個下の翔征くん、地元でカープで頑張ってください。期待してます。坂倉もいるけど頑張ってカープの日本柱の捕手になって頑張ってください。期待します。中村選手、清宮に負けるな。締めて進めばいい、確かなこと。